この項目では、西洋哲学、すなわち西洋で発展した哲学について解説する。西洋哲学の特質は、ギリシャ哲学とヘブライ信仰をその基調に持つ点である。紀元前6から7世紀に哲学が発生した地域としてギリシャ、北、インド、黄河流域を挙げることができる。世界を一つの普遍的秩序において捉え、神話にとらわれない、 自由な理性的思考に至った点で、それらの地域は共通する。その上で、ギリシャに見られた特質とは、哲学的思考がユークリッド幾何学のような論理体系を生み出すほどに、鋭い論理性を求めたことである。プラトンは哲学の論理と弁論術を区別している。一方、中国では論理性は習字の中に取り込まれ、 インドでは習字を廃した論理性の追求は古代に見られなかったとされる。神話が提起した問題提起を哲学が引き継ぐという現象はいずれの地域でも見られた。しかし、西洋哲学は中世においてさらに工事の神話というべきキリスト教と相対することになった。ギリシャ哲学は厳密な論理的手法を特徴としていたため、 両者の緊張は他に例を見ない強烈なものとなった。キリスト教の神は世界と人間を余すところなく徹底的に支配するという点で従来の神の概念を超越し普遍的秩序の原理すら内在化させた工事の神であった。それゆえ特に中世初期には著しかったように哲学が信仰に従属するという構図も成り立ち得た。西洋哲学が キリスト教神話から独立の地位を得始めるのは、スコラ哲学前世の12から13世紀頃である。ルネサンスを神話から哲学への二度目の再移行と見るならば、これも強い緊張と長い期間を要するものだった。西洋哲学と東洋哲学を比較した場合、西洋は学としての哲学、東洋は教としての哲学という見方ができる。すなわち、西洋哲学は、 学問として論理的観点に立ち、世界の本質の理論的解明を目指している。一方、東洋哲学は、釈迦にせよ孔子にせよ、いかに生きるかという人生に対する実践的関心が施策を方向づけている。実在の捉え方にも、西洋哲学と東洋哲学の違いが見られる。西洋哲学では、刑事上世界、刑事化世界、実在界、 現象界といった二元論的思考様式が伝統的に見られる。具体的には、プラトンのイデア、アリストテレスの純粋行走などが挙げられる。いずれも、魔術在は、自然の外部、自然を超越した場所に求められる。一方、東洋哲学では、魔術在は、個々人の内容に求められる。具体的には、結婚行の、三外唯一心、心外無別法、全集の、 却下証拠などが挙げられる。仏教でいう浄土、江戸、涅槃会、煩悩会という別はあくまで観察者の心の繁栄とされる。江戸時代末期において西洋の学問の輸入はもっぱら自然科学分野に限定されていた。実質的に初めて西洋哲学を日本へもたらしたのは青州である。西は江戸幕府よってオランダへ派遣された際、 ミルの功利主義とコントの実証主義を学び、日本へ紹介した。明治政府受立後に輸入された西洋哲学も実務的な政治思想、社会思想、実学的な功利主義、実証主義の哲学であり、これは日本の近代化を実現するため、社会制度の整備が急がれたという背景によるものである。明治十年代以降、自由民権運動が公用し、 国家の根拠と理念が問い直されるようになった。中江町民は、ルソーの社会契約論を約解し、唯物論と結びついた実証的な社会変革の論理によって自由民権運動に影響を与えた。井上哲次郎は、西洋哲学と東洋哲学を融合した普遍的根源的原理に基づく哲学を施行した。ありがとうございます。